現在のモルビアン1モルビアン1の海戦とは、ガリア戦争中の紀元前56年に、ベェネティ族を中心とした、ガリア人勢力とガリア総督、ガイウスユリウスカイサル率いる、共和制ローマ軍の間で行われた海戦である。モルビアン1、または、キブロン1が、戦闘区域となったことから、キブロン1の海戦、モルビアンの戦いとも称される。 紀元前57年のサビス側の戦いで、ベルガエ人を屈服させるとともに、プブリウスリキニウスクラッススの活躍で、ベネティ族らアルモリカ諸部族も、ローマの支配に属することを約束させ、ローマは核部族より人質を取った。紀元前56年に入り、ベネティ族の領土へ派遣されたローマ軍の施設2名が、拘束されたとの情報がプブリウスを通じて、 当時ルッカに滞在していたカエサルに届いた。カエサルは、ベネティ族を討伐する方針を固め、プブリウスにリゲル川で軍船を建造するように命じ、プブリウスはカエサルが到着するまでに軍船を完成させた。カエサルはプブリウスをアックイタニア人の領土、ティトゥス・ラビエヌスをトレウェリ族の領土、クイントス・ティトリウス・サビヌスをウネッリ族らの領土へ、ベネティ族と連携しないようそれぞれ派遣した。 プブリウスが建造した軍船の指揮は、デキムスユニウスブルトゥスアルビヌスに任せて、カエサル自身は、ローマ軍団を率いて、ベネティ族を陸地より攻撃すべく進軍した。ベネティ族は押し進み、デクソーイー等の周辺部族を従えるとともに、ブリタンニアからも援軍を得て、総軍戦数220隻を持って、ローマ軍を迎え撃つべく準備を整えた。 戦闘はカイサル率いるローマ陸軍によるウェネティ族の要塞への攻撃により始まったが、ウェネティ族の要塞は無数にある上、海軍力でウェネティ族が上回り、要塞を占拠しても維持することが困難であったため、当初の選挙区はガリア人優位で進んだ。モルビアン湾及びキブロン湾一帯の海域は浅瀬や干潟が多かったが、ウェネティ族が保有する軍船は、 浅瀬や干潮時でも対応できるように船底が低く、大波や強風にも対応できるように船首や船尾を普通の軍船より高くするとともに山に比べて頑丈な重飛性の方を張ったものであった。風力を動力源とするベネティ族軍船に比べて戦速は勝ったものの、周辺海域への順濃度の点でローマ軍は大きく見劣りした。領海軍は午前10時頃に衝突したが、 司令官デキムスは先端部位に鉄製の針を取り付けた長い竿を用意して、それらをウェネティ族軍船の綱に引っ掛けてマストや砲を引き倒す策に出た。ちょうどなぎであったことに加えて人力でこぐことのできないウェネティ族軍船が立ち往生となったところをローマ軍病が乗り込み、白兵船でウェネティ族の兵士を圧倒して次々にウェネティ族軍船を占領した。 日没まで行われた海戦で、ベネティ族海軍は、わずかの軍船のみを残して、壊滅状態となった。ベネティ族はカイサルに降伏を申し込んだものの、カイサルは、見せしめと称して、ベネティ族の長老会に属する元老全員を、死刑とし、反乱に加担した者を奴隷として売りさばいた。ベネティ族の拠点の一つはカイサルによって、ダリオリトムと命名された。 モルビアン湾の戦いでの勝利によって、ローマはアレモニカ地区の支配権を確固たるものとした。また、この海戦に、ベネティ族へ、ブリタンニア勢力が加勢したが、ローマによるブリタンニア侵攻を呼び寄せるとともに、ブリタンニアとローマとの130年近くに及ぶ、征服戦争の行使となる戦いとなった。なお、海戦が行われた場所については、ポールナバロ近郊、オーレ川川口近郊、 キブロン半島の近く等々、諸説があり、特定するには至っていないが、モルビアン県に属する地区、海域であったことは確実である。ありがとうございます。